バス IC、カードバス IC カードは山梨交通グループで発売していた乗車カードで非接触型 IC カードである。パスも導入により廃止された。それまでも他社において地域や路線を限定してバス用の IC カードが導入された例はあったが導入当初からほぼ全社的な展開を前提に導入したのは日本のバス事業者においては山梨交通が初めてである。 また本校では2002年4月1日よりサービス開始したクレジットカード一体型の山梨交通 OMC カードについても記述する。同社ではこれを世界初の交通系 IC カード一体型クレジットカードとしている。以下本校では山梨交通 OMC カードについては愛称であるバス OMC カードと記述する。 山梨交通日本初のバス IC 定期券、本格的導入及び乗車カード歴史も参照山梨交通では、11枚綴りで10枚分の発売額の普通回数券、13枚綴りで10枚分の発売額の買い物回数券が存在した。しかし券種が10円刻みであったため、発売券種が多くなり、管理上非常に煩雑であった。そこで同社では、 定期券と回数券の機能を一体にした上で、バス IC カードの導入を行うことで券種の統合を図るとともに、乗り継ぎ割引などの設定によりバス利用者像を図ったものである。当初はデポジットは設定されていなかったが、利用状況や他社の動向を鑑みて、2002年の発売分からはデポジット分として500円が設定されている。車誌によれば、 現在収入の30から40%程度がバス IC カード利用分であり、またシステム導入後、バス利用者は減少傾向から横ばい状態へ下げ止まりとなる傾向が見られたという定期券カード、編集いずれのカードも回数券機能を付加することは可能。500円のデポジット料金が上乗せされる。デポジットはカード返却時に返金される。回数券カード、 編集いずれのカードにも500円のデポジット料金が上乗せされる。デポジットはカード返却時に返金される。普通金額券買い物金額券バス OMC カード、編集交通系 IC カードと国際ブランドのクレジットカードを一体化したもので、山梨交通では世界で初めてとしている。OMC カードとの提携カードで定期券、回数券カードの機能を合わせ持つが、 定期券なしでも発行可能。年会費は無料。発行時には回数券のチャージはされていないため、発行後にチャージするか、手持ちの回数券カードの残額を移行する必要がある。本カードにはデポジットは設定されていないので、回数券カードから残額を移行した場合、回数券カードのデポジットは返却される。クレジットカードでの回数券チャージは、 窓口の未可能。リボルビング払いも選択できる。クレジットカードのため有効期限があり、更新のたびに残額移行が必要である。回数券の種類を変更する場合は、カード切り替え扱いとなるが、この際も残額移行が必要となる。学生定期券用には、家族カードを発行する。家族カードは、クレジットカード機能は、バス定期。 回数券の購入以外に使用できず、発行は中学生以上に限られる。乗車時乗降口のカードリーダーに IC カードをかざす。ピッと発信音がして、残額と整理券番号が表示される。整理券は不要である。降車時降車口の運賃箱上のカードリーダーに IC カードをかざす。ピッと発信音がして、運賃額、残額、整理券番号が表示される。 定期券カードにおいて、定期券通用区間内の場合は、有効期限と券種が、英語表記で表示される。積み増しバス営業所等の窓口、バス車内で可能、バス OMC カードの場合、窓口では、クレジットカード決済も可能。チャージ金額100円あたり1ポイントが加算される。次回チャージの際に、1ポイント3円に換算して、チャージ利用分に上乗せされる。 各機事業者の一般路線で利用可能だった。1時間以内に乗り継いだ場合、次のバスの運賃から30円割引となる。ただし、乗り継ぎ後のバスの運賃が100円の場合は、対象外である。以下の箇所で販売しているほか、山梨交通グループのバス車内でチャージすることもできた。ありがとうございます。